まあ、イーオンジェもね長崎でプレーした経験が、ねね、ある選手ですが、さあ山本からここは大きく左に振っていきます。ここで中に入ってきたシュートー決まった。ベルディ先生前半の6分、13番の新井移籍後初出場で J2 初得点した、ね。はい、ここから山本選手このボールが良かったですよね。そしてサイドバックインナーラップしたことでサイドバックが出れないんですよね。でここで中に仕掛けてシュートですよね。あ、少しキーパーが触ってるんですね、はい、そうですね、脇の下通りましたね。ただまあ最初のシュートっていうところですね。あとはこのグラウンドの状況を考えてすごくいいプレーでしたね。ちょうどキーパーの前で少し